皆さん、こんにちは。インパクトあるアフロ姿で有名な3枚目俳優だった石立哲夫さん。コミカルで親しみやすいキャラクターを多く演じましたが、実際はどんな人物だったのでしょうか。今回は石立さんの伝説的エピソードやその性格、家族について調査しました。まずは石立哲夫さんのプロフィールを紹介します。石立哲夫さんは1942年7月31日生まれ、神奈川県横須賀市のご出身です。奥様は18歳パパと呼ばないでで主演を務めた石立哲夫さん。出演したエースコック、わかめラーメンのコミカルな CM も人気でした。お前はどこのわかめじゃ、というセリフが流行しました。石立さんが亡くなって約10年後の2016年、柳沢慎吾さんによるリバイバル CM が放映されます。柳沢さんは石立さんとドラマで共演経験があり、さらにたびたびモノマネを披露してきました。モノマネする際はアフロヘアをジェスチャーで示すなど、細かい要素まで表現。さらにネタは本人にも知られていたとのこと。深夜番組でモノマネを披露した翌日に、エレベーターの中と外で鉢合わせしたそうです。エレベーターに乗っていた石立さんが、おい、お前、昨日の番組で、と外にいた柳沢さんに声をかけました。しかしドアが閉まってしまい、怒られずに済んだと言います。後でスタッフに確認したところ、石立さんは意外にもモノマネを気に入っていたそうです。怒ろうとしたのではなく、褒めてあげるつもりだったのかもしれませんね。いずれにせよ、石立さんはきっとかつて自分が演じた CM を柳沢さんがリバイバルしたことを喜んでいるでしょう。そして石立哲夫さんは高校卒業後に俳優座養成所に入所。俳優座養成所を卒業後、文学座に移り、アフロヘアの個性派俳優として舞台や映画、ドラマに出演。1970年のドラマ、奥様は18歳で主演に抜擢されたことで、人気に火がついた石立哲夫さん。その後も多くの作品で唯一無二の存在感を見せていました。そんな石立哲夫さんは、1963年のドラマ共演がきっかけとなり、1968年に女優の吉村実子さんと結婚。結婚当時、まだブレイク前の俳優だった石立哲夫さん。一方の吉村実子さんはすでに女優としての地位を確立していました。つまり二人は今で言うところの格差婚だったんです。石立哲夫さんが奥様は18歳の主役に抜擢されたのは、それから約2年後のこと。もしかすると石立哲夫さんは吉村実子さんと結婚したから、ブレイクできたのかもしれませんね。1971年に長男が、1973年には次男と二人の子宝に、恵まれた石立哲夫さんと吉村実子さん。ですが次男が生まれたあたりから夫婦間に亀裂が。そして約25年間の別居を経て、1998年に二人は離婚してしまいます。25年間の別居期間中、石立哲夫さんと吉村実子さんが顔を合わせたのは2回ほど。完全に夫婦仲は冷え切ってしまっていたようです。石立哲夫さんと吉村実子さんの間に生まれた二人の息子。長男は大和さん、次男は隼人さんという名前のようです。二人の息子が今何をしているのか気になったので調べてみましたが、詳細な情報は見つかりませんでした。そのため少なくとも芸能関係の仕事はしていないと思われます。おそらく一般企業に勤めているのでしょう。両親が有名人だからと親の七光で、タレントになるケースは少なくありません。そのせいで今の芸能界は2世タレントが溢れ返ってしまっていますよね。一方、芸能界に入らなかった石立哲夫さんの息子たち。それもこれも吉村実子さんの教育の賜物と言えるでしょう。1972年のドラマ、パパと呼ばないでで主演を務めた石立哲夫さん。このドラマで石立さん以上に注目を集めたのが杉田かおるさんでした。幼少期から子役として活動していた杉田かおるさん。初めてセリフがある役を演じたのがこのドラマでした。この時杉田かおるさんは7歳でしたが、石立哲夫さんは決して子供扱いはせず、石立さんは一人の役者として接し、杉田さんにプロ意識を教えてくれたそうです。その後、天才主役として多くの作品に出演するようになった杉田かおるさん。ところが30代半ば頃になると、仕事は激減し女優業に限界を感じることもあったんだとか。ちょうどそんな時に石立哲夫さんから電話があり、バラエティ番組への共演を持ちかけられます。もともとは石立さん一人に対するオファーだったのですが、杉田かおるさんと一緒なら、という条件で出演を承諾したそうです。そうして出演した番組で杉田かおるさんは大ブレイク。
バラエティ番組からのオファーが殺到するようになりました。まさに杉田さんの恩人と呼べる存在の石立哲夫さん。石立さんがいなければ今の杉田かおるさんはいなかったと言っても過言ではありませんね。また石立さんは芸能界最強の人物と言われているようです。坂上忍さんによるとイカ様でも何でもやる人でした。一緒にポーカーをした際はいきなりイカ様でお金を取られたと語っています。昼間の番組でも平然と暴言を吐く坂上さんですが、不遜な態度は石立さんの影響で培われたようです。二人ともギャンブラーで変わり者、しかも物怖じしないという共通点がありますね。豪快で癖の強い個性派だった石立さん、マイペースで現場に遅刻は当たり前でした。あまりに遅刻が多く藤達也さんと殴り合いになったこともあるそうです。しかし石立さんはかなり腕っぷしが強かったと言われています。豪快で喧嘩の強い役者として芸能界の伝説化していったのでしょう。しかし一方でシャイな性格だったという証言もあります。ドラマの撮影現場では休憩中にタバコをふかしながら一人で過ごしていたそうです。本当は繊細な性格だからこそ本来の自分に打ち勝つため豪快なキャラを演出していた可能性もありますね。一度見たら忘れがたいアフロヘアも相まって芸能界に強烈な印象を残したのでしょう。石立さんは1998年、21年別居状態だった吉村実子さんとの離婚がようやく成立すると、1999年頃からは静岡県熱海市に移り住み、自宅の近所で麻雀店を経営。月に4から5回、仕事で上京する以外は、自宅と麻雀店を行き来する悠々自適な生活を送られていたそうで、2004年頃には写真週刊誌に、熱海で女性と同居していると報じられ、話題となりました。そんな石立さんですが、2007年6月1日、熱海市内の自宅で、同居している知人、50代の女性が、なかなか石立さんが起きてこないことを心配して、午前11時ごろ、部屋を覗くと、布団の中の石立さんの手が冷たく、息をしていないことに気づき、慌てて119番通報。石立さんは、救急車で病院に搬送されたのですが、病院で死亡が確認されたのでした。就寝中の午前1時ごろ、急性動脈瘤破裂による突然死。ちなみに石立さんはこの数日前の5月28日には10月に出演予定の舞台の打ち合わせを行うために上京し、この年だから何でもやるよと久々の舞台出演を非常に楽しみにしておられたほか、亡くなる前日も深夜まで自身が経営する雀荘にいたそうで、弔問に訪れた知人は毎日元気だったのに信じられないねと突然すぎる死に驚いていたそうです。そして6月2日、静岡県熱海市の成田山皆無町院でしめやかに通夜が営まれると、当初は近親者のみで執り行われる予定が、横内忠さんなど俳優座養成所時代の先輩同期などが列席、熱海の近所の人々も集まり、弔問客は100人にもなったそうです。また6月3日には同所で告別式が執り行われると、親交のあった佐川圭介さん&大山信代さん夫妻ほか90人が参列。弔問者の中にはもちろん杉田かおるさんの姿もありました。亡くなった時にどれだけの人が悲しんでくれるかで人の価値が判断されると言います。石立哲夫さんが大変多くの人に愛されていたことがよくわかりますよね。最後に石立さんとキキキリンさんの共演ドラマをご紹介します。二人が共演したのは1976年から翌年に日本テレビで放送されたドラマ気まぐれ天使です。貧しい作家志望の主人公が公家の生まれ変わりの老女につきまとわれるホームドラマでした。主人公を石立さん、老女を当時30代のキリンさんが老け役で演じました。二人には劇団文学座出身という共通点があります。文学座は当時演劇の東大と呼ばれ、倍率20倍とも言われる難関でした。名門劇団で実力を積んだだけあり、二人の演技力は若い頃から周囲を圧倒しています。実力とインパクトを兼ね備えた名優同士の掛け合いが、懐かしい人というも多いでしょう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。